はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。今回からこちらエレメンタルストーリーの実況ちょこちょこやっていこうと思います。一応まだ始めたばかりなので、始めて1週間経ってないので、まだまだ初心者ですが、よろしくお願いします。一応持ってるキャラクターなんですけど、レア順でこんな感じになってます。一応配布キャラもゲットして、最初にもらえる配布キャラとかもいろいろいて、まあ星5のキャラクターがね結構集まってる感じに、集まってきたって感じですかね。で、使えるキャラクターとかがいまいちよくわかんないので、まあ全般的に今レベル上げてる感じです。で、水属性の子で、この子があんまり強くないような、スキル見た感じあんまり強くないような気がするので、攻撃力、あ、でも強いのかな、攻撃力アップか。クエスト終了まで攻撃力が大幅にアップ、一度のみ利用可能。あ、強いのかなまあこの子はまだ最近ゲットしたばっかで育ててないですね。他の子たちを今育てるとこです。で、星4キャラも無料ガチャとかで何回か引いてるので、まあこんな感じになってます。まあこの中でもね使えるキャラクターいたりすると思うんですけど、いまいちよく分かってないので適当に使って適当に育ってる感じですね。で、星3、星2、星1と、まあ、星2、星1はね使えるキャラなんていないと思うんで、まあ、メインはやっぱり星5がメインで、星4もちょこちょこ入れるって感じで今やってます。もしこのねモンスター一覧今、見ていただいてると思うんですけれども、こちらのモンスター一覧で、あ、このキャラクター強いから使った方がいいよなんていうキャラクターいたら、ぜひぜひコメントの方にお願いします。全然僕分かってないので、このキャラ育てた方がいいよっていうキャラがいたら教えてください。で、ネットとか見て使えるキャラとして、この人かな、ブラフマーさんが結構強いよっていう風に書いてあったので、これは育ててます。今90レベルでソウルも30まで入れたので、このキャラは育てるつもりです。あとはこのちょっと悪そうな俺の好きな感じなんですけど、ネフティスさんも育てて、てあとこの子か、アリアンロットっていう子も結構使えるってことなんで、この3キャラはメインで育てていこうかなと思っているキャラクターです。他はねそんなになんかおすすめっていうのに書いてなかったんでわかんないんですけど、あと可愛いので昨夜姫さんも育ててます可愛さで、あと貴族生がいないんでね育ててますっていうぐらいですかね。この子も70とか言ってるけど、まあ昨夜姫と一緒に使うとこのスキルの範囲が一緒なんで、昨夜姫のスキルを発動させるとともに回復するみたいな感じで使ってました、リエルさんっていう感じですかね。でやってます。今水属性一色になってるんですが、これからこちらのイベントの今一番最後まで来まして、この子と戦うのかな、多分リグソウルさん星5で、ドロップでこのキャラクターゲットできるのでゲットしたいなと思います。できるかなとりあえず挑戦チャレンジ、どんな感じになるのか分かんないけどチャレンジしたいと思います。最高で、パソコンの画面出してちょっとやってるので多少カクつく部分がありますけれどもご了承ください。プレイにちょっと支障が出るレベルなんですけど、オートしてたちょっとオートオフにしよう。オートでもいいんだけどね、十分オートの方が強いんで、えってか全然食らわない。え、ちょっとやばいかな、貴族性とはいえそんだけしか食らわないの。
ただまあ水だらけになるんでいけるか。一応スキルはどんどん使っていきましょう。てかもうこれでだいもう全部スキル使えてない。水だらけにしちゃえ。余計なものを消していく。オッケー。あ、これ回復になっちゃうんだよ。あー、そっかそっか。あー、すごい損してる。オッケー。あ、火属性やっぱ倒せるね。木がいるのはちょっと辛いなー。あ、自爆だ。オッケー。自爆してくれた。あー、木がいるんだ、やっぱり。こいつ自爆してくれるから、まあ楽じゃ楽か。で、ハートの形にしちゃうと、この子回復しちゃうんで、回復は特にいらなくて、今攻撃が欲しいんで、ハート型にしないように、青を設置していく。まあ、手長にしとけば大丈夫かな。余計な緑とか紫にしましょう。やっかー、強え。 OK。 で、自爆かな。あ、しない、自爆しない。で、ここはスキル使っても特に意味ないので周りを消して方がいいのかな。と攻撃力をアップさせたい。そして黄色とかを消して。OK、倒した。やっぱだいぶカクつくな。ちょっとねギャラクシー使ってるんで、ギャラクシーの。ではスマホ上で操作、うわー、一角マジか。このギャラクシーでスマホ上で操作しているものをパソコンに出力する方法っていうのがちょっと今わかんなくって、いろいろ探してるんですけど、僕使ってるのエッジで、エッジを出力するっていう方法がないので、この方法しか。ちょっとね、まだスマホの動画はカクつく動画しか出せませんが、お許しください。っていうか、もうすでに1匹やられた。どうしていこうか。回復する必要はないんで、でガンガン攻撃していくんだけど、こいつのスキル2を使いたい。スキル2使えば、ダメージ軽減できるんで、3、3の11、これ作れるね。作っていきましょう。ちょっとカクつかないで、今大事なとこだから。これで OK かな。はい、 OK。 これで一応スキルは使えるんで、うわー、速攻で1人やられたのは痛いなー。ってか全然食らわねえじゃん、つえー。うわ、倒せない倒せないかー。最初倒したかったな。で、ダメージ軽減2人ついてる状態。この子だけか、ダメージ軽減。味方全員だが、確かこの2つが今、ダメージ軽減持ってる状態なので、まあ積極的に青のスキルを使いつつ、他の色を消していきたい。あー、カクつく。OK。最低限は。うわ、青が全然ない。まずいぞー。ここで倒せるかな。よし、1体倒した。何置いた。毒、毒を置くの、マジで。ここは毒を食らいたくないよね、食らいたくないよね。なのできついな。消せるものを消していきたい。あ、もう紫もう一個消せたな。いや、青、これで青4つになるから。いや、やられた。ただ毒はちょっと怖いんだけど、右倒せるね。うわー、これ負けるぞー頑張って。ちょっとこれ以上消せない、消せないか、無理だね。
青来て、青、あはダメだ、青が全然来ない。アイテムでももうちょいなんだよな。4コンボ以下を無効に。で、毒が消えるけど、結局青がないから攻撃できないけど、4コンボ以上なんで、もしかしたらコンボ中に、これこっち、これで4コンボはいくんで、奇跡の青。あーダメか、消すと、あ、消すと攻撃力アップか。攻撃力アップをさせても、あ、なんか1234567個あるから、こいつのスキル発動できるから、ちょっと攻めよう。あ、7個発動できないじゃん。あ、これいいや。 OK、 頼む、これで倒して。あ、そうか、4個、あー、しまった、やっべー、絶望だ。4コンボ以上しなきゃいけないんだった。もう絶望じゃねえこれ。次ワンパンできなかったら負けるな。4コンボ、あ、無理だ無理だー。ちょっと最初やられたのが痛いな。コンティニューはできません、ごめんなさい。ワンパンされたよね、一番右の子が。この子星4なんですよね。あ、400しかないんだ。ちょっとパーティー変えよう。そうすると回復、でも回復キャラがいないので、こっちもだってそんなヒットポイント上がんないよね。レベル上げるべきなのかな。レベルのあと6しか上げれない。ソウルはちょっと入れれるほどソウル余ってないんで、だったら回復気にしないでこの子でガンガン攻撃してった方がいいのか。もう一回チャレンジしてみようかな、同じメンバーで。いや、ワンパンは痛いな。でも、あえて水属性縛らなくてもいいんじゃないか。ちょっと水で縛ろうとしてたけど、うーん、どっち残そう。2匹は入れたい。こっちを残そうか。ベルタさん残して、相手が火なので、闇と光、いや、火を入れよう。火と光、もしくは火1匹だけ入れる。うわ、迷うな。これでいこっか。ちょっと行ってみよう。水属性の敵は出てこないし、ちょっとこいつで行ってみようかな。チャレンジ。さあ、今度こそクリアしたい。ナイスー、いいよ、調子だよ。さあ、ボスで最初の攻撃が来る。あ、そうか、ダメージ軽減してたから大丈夫なんだ。だいぶ食らわなかった。さっき500とか食らってたからね。で、全体攻撃でさっきと一緒にしよっか。とりあえずはダメージ軽減つけながら強攻撃。お、青が5個残った。 OKOK、 5個以上残ってほしいんだよね。スキルが使えるんで5個あれば。スキルのところがカクカクすぎて見えない毒来た、毒が来まして、毒はできれば食らいたくないけど、毒食らってまでも攻撃すれば勝てそうな気がするよ。これ勝てそうな気がするので、
これガンゼミ行こっか。青のスキルを発動させつつ赤で攻撃もしたい。赤を下に並べましょう。で青をそこに来て赤を下に間に合って OK。 ちょっとガン攻めします。毒承知で。おらいけたいけた。なんでコンティニュー、あ、毒のダメージ、嘘、毒そんな食らうんだ。ちょっとスキル発動するときにやっぱ重たくなっちゃいますね。どうしてもエフェクト出ちゃうんで。毒毒なのかボスなのか。あ、覚えた。おー、いいね。覚醒、激光って何？激光、自分以外の味方がダメージを受けるほど自身の攻撃力アップ。おー、なるほど。自分以外が攻撃受ければ、俺頑張っちゃうよ的なやつだね。はい、まあ安定の一番最初はこのスキルを使って、邪魔なものを消していきましょう。あー、出てこない。バキにダメージ軽減、パワースマッシュ、これで毒発動するんだよね。で見た感じ、お、青と赤両方消せますね。消せるので毒を消さないように気をつけながら、気をつけながら青と赤を消して、あ、待って、あ、毒消しちゃった。あ、めっちゃ消える、やばい。また死ぬ。どんぐらい食らうの。あ、200、あ、大丈夫、まだ大丈夫、セーフ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 、うわ、ギリギリ生きてる。あ、ヒットポイント2だって、すげえ。マジギリ。これ青を揃えるだけで勝てるんじゃないかな。上で揃えよう。ちょっと安全を期して、とりあえず真ん中を倒せる。 OK、 これは勝ったろ普通に。大丈夫だろ、毒ってないよな。よっしゃー、3回目ノーマルです。よーし、ゲットしたステージをクリアしてソウル強化に必要な素材。オッケー。あれなのかな、リクゾールさんのソウルを上げるためにもこの辺のが必要なの。これ疾風だから関係ないんじゃないかな、ちょっと分かんない。そこが育成で見てみましょう。リクゾールさん、名越かで、あ、もう3つまで解放してあるってことは、もうあれか、進化させる必要はないんだ。あとはソウルを入れるだけなんだけど、ソウルシード謎に包まれています。え、あげれないってこと。え、いらねえ。じゃあいらねえよ。ソウルあげないとね、本当に弱いんですよね。まあ今あげてなくてレベルマックスでヒットポイント1000ですけど、ソウルでこんだけ上がるんで、ヒットポイントもうほぼ 1.7 倍か8倍ぐらいまで、これソウルいくんで、ソウルで上がるんで、いやー全然ゲットしたけどダメか。だったらあれだね、この同じイベントでこの子ゲットできるんですよ、ベルダさん。これソウルイベントのソウルシード使えば上げれるんで、レベル
こっちの方が良かったんだ。もしかしたらこっちの方が強くなるかもしれない。ヒットポイント少ないな。ソウル姉さん、女性ですよ。なんかちょっとかっこいい男性に見えますけど、女性ですからね。気をつけてください。よーし、クリアできた。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価、コメントよろしくお願いいたします。もし動画を気に入ってくれた方は、上のチャンネル登録ボタンから登録をお願いいたします。アプリ動画の再生リストは下の再生リストボタンから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。